はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、こちらということですけど、大徳寺北条襖絵ということになります。はい、大徳寺北条襖絵ということで、加納探幽ということになります。加納探幽さんの作品という感じになるんです。まあ、襖に描かれてる絵ということですね。はい、まあ、どんな風になってますかっていうことになるんですけど、まあ、こんな感じの、まあ、襖になってるかなっていうね。まあ、木があって、こう、ニョロニョロって、まあ、こう出てるみたいね。はい、感じになってるのが、大徳寺北条襖絵ということですね。はい、加納探幽ですね。はい、もう探幽の幽見るとね、幽遊白書もいたすんですけどね。はい、しかもこれ加納探幽じゃないっすね、私あかんわ、これドイツの探幽になってますね、これごめんなさいね、皆さんちょっと文字の間違いちょっと私多いんで、ね、注意してください。これ加納探幽ってことになります。はい、加納探幽。はい、大徳寺北条襖絵の加納探幽の作品ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。